夏季のオーバーグルグルとホッホグルグルを北持ち。ホッホグルグルを越えて登っていく道は、ティンメルスヨッホを経由して、イタリアに至る。オーバーグルグル近隣の小川オーバーグルグルは、オーストリア共和国チロル州、イムスト郡にある、エッツタールアルプス山中にある村落。行政的には、基礎自治体のゼルデンに属する。およそ400人の通年居住者がおり、 主にリゾート地としての性格を有する。オーバーグルグル教区はオーストリアで最も標高が高い1930メートルに位置する。教区教会は1737年に設置され、クレメンス・ホルツマイスターの計画を基礎として1967年に拡張された。オーバーグルグルはオーバーグルグルホフホグルグルのスキーリゾート地域の一部をなし、 インタールの谷で最も長いエッツタールグルグルの谷の南縁に位置する。下記にはよく知られたハイキングの場所となり、東の谷はイタリアのボルツァーノ自治県に至る。3500メートルを超える数多くの頂と複数の氷河があり、冒険的なハイカーの挑戦を受けている。ホテルエーデルワイスグルグルのオーナーでもある、シャイバー家が所有する。 ハーフリンガー種の馬の繁殖場がオーバーグルグルにある。オーバーグルグルは1931年にスイスの冒険家、オーギュスト・ピカールが人類史上初の清掃圏飛行を成し遂げた歴史的な気球飛行の途中でグローサー・グルグラ氷河に着陸を強行したことで有名となった。ありがとうございます。